断言します。これが最強のメンタリズムです。一枚のカードを心に決めていただいたら、胸元にしっかりと押し付けといてください。残りのカードは置いといてください。で、これで裏に印があったとしても絶対にわからないですよね。そしたら私、後ろ向いてますので、お願いします。広げていただいて、これだと思うカードを、残りは置いて、胸元に当てて、しっかりとイメージしてください。OK できましたかね。カメラさんにも見せてあげてね。OK。そしたら私、私振り向きたいんで、見えちゃうといけないんで、一度カットしてください。 これで見えないね、絶対ね。OK 振り向きますよ。さあ、じゃあさらに間に入れちゃってください。もうこれでどこにあるかさっぱりわからないですね。そしてさらによく混ぜてください。ああ、ピピピピ、ブレインにダイブしてきたダイヤノさん というわけで解説ですけれども基本的にはセットが全く必要ない状態でできるのが原型となりますのでまずは簡単にそちらの原型を説明していきますキーカードを使ったものになるんですけれどもまずはカードをよく混ぜてもらって例えばデモンストレーションで1枚のカードをここに決めてくれこのように当てといてくれという段階で一番上に覚えやすいカードをこのように置いてであとは このまま重ねてお客様に渡して、お客様に同様にまあ1枚のカードが決められたとして、心に当てといてもらいます。で マジシャン見えないように一度カットしてくれと言ったタイミングでマジシャン一切見てもない触れてもない状態でキーカードと隣同士になるわけですね。で、このまま、あとは間に入れてフォールスシャッフルなり真ん中付近が混ざらないようにして、あとはチェックしてキーカードの隣のカードが、まあ、選んだカードというふうにわかるというものです。これが原型です。これだけで十分なんですが、これをより不思議にするためにどうするかというとフルでセットを行っていきます。 今回サイ・ステビンスなんですが、まあ、ネモニカでも何でも構いませんでこちらの状態でですね同じようにお客様に1枚のカードがこう選ばれて当てられたとしますでここでまあカットしてもらわなくても別にいいんですけれども要はここのカードを確認さえできればサイ・ステビンスは1つ前のカードになりますのでマイナス3でマークも1つ前のマークで。 これで、ここ確認すれば、このカードが分かるわけですね。まあ、例えば一応カットしてもらった後に、このままシャッフルする際に、その場合は間に入れて、で、このまま分けてシャッフルする際に、一番上のカードを確認するとか、 普通に真ん中に戻してもらって、一番上のカードを人差し指でずらして確認するとかして、まあ、計算して当てれば当てられるっていうものなんですが、それをさらに発展させて、今回実演でやったものはプラスマーク度でございます。裏から見て何のカードかわかるということですね。なので、お客様がこのように選びましたと。で、マシンずっと後ろ向いてますね。 で、これ、ダイヤのキングが選ばれたとして、まあ一度カットしてもらったとして、で、このまま間に戻してもらうんですけれども、これマークドで読んでいくとですね、まあ皆さんだと読めないと思いますが、まあスペードの3ってなってますので、スペードの3から、こう、もう一つ戻ると、まあダイヤのキングっていう風にね、わかるっていうものなんで、こちらっと見ちゃえば、 まあ、あとは混ぜてもらっても当てられるというめちゃくちゃ究極に不思議なマジックができるということです。まあ、かなり手をこのように混んでいけばめちゃめちゃ不思議になります。ちょっと解説が駆け足でよくわからなかったという方は、まあ前半の部分のものに関しては細かく解説した動画もありますので一応概要欄に貼っておきます。というわけで皆様不思議なマジックやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。